こんにちは。2018年10月14日です。御根道の駅で、車中泊をさせていただきました。いや、車中泊と言いません。仮眠を、させていただきました。朝起きましてから、ぐるっと見て回りましたら、長崎ナンバーだったかな？車が止まっておりました。私と同じようなキャラバンです。その方はキャラバンのハイルーフです。スーパーロングのハイルーフです。ナンバーは1ナンバーです。ちょっとお話しさせていただきました。同じく1ナンバーなんですけども、中はベッドキットを購入されてまして、それでベッドに、して、車中泊しながら、北海道まで来ましたということです。もう北海道6000キロ走ったって言ったかな。で、20日の日に、津軽海峡を越えて、また順番に、長崎までゆっくり見物しながら帰りますよということです。ご夫婦で2人で来られまして、退職されてすぐに、出てきたということのようです。車も新車です。私と多分同じ年の車でないかなというふうに、思いました。で、いろいろお話しさせていただきまして、これだったら、この車だったら、8ナンバー取得できますよというふうにお話しいたしまして、じゃあやってみようかなというふうに、話されておりました。名刺の交換も、させていただきましたんで、多分後から、連絡が来るか、また動画を見ていただけるんじゃないかなというふうに、思ってます。大きな車なんで、かなりの荷物が入るんですよ。で、その荷物も、この車ですね、すごい荷物をやっぱり積んでます。私みたく3泊4日で帰る人とはやっぱり全然違う荷物を積んでますね。バーベキューセットとかその辺すべて積んでおられました。次に向かいましたのが、ルベシベです。隣町にあるんですけども、ルベシベの八方台、公園、森林公園キャンプ場ということです。ここは冬はスキー場になっております。夏はキャンプもできます。インターネット上ではここの紅葉が綺麗ですよということなんで、来てみました。ちょっと葉っぱの方はもう落ちてしまってます。ですが、そこそこここは綺麗なところでないかなというふうに思います。紅葉はもうちょっと早い時期に、来れば結構、綺麗な紅葉が見れたところだなと思います。キャンプ場には今日は日曜日だったんですが、2針ほど張っておられました。もう8時頃着いたんですけども、もう撤収の準備をされてました。もう寒いですね、テントでこういうとこで、寝るのは。特にこれ緯度が高いとこなもんですから、やはり、して放射冷却で、朝はかなり、冷え込むんじゃないかなというふうに思います。私の車も電気毛布入れて寝てるんですけども、やっぱり朝方になりますと、ちょっと寒いなということで、目が覚めて、それでガスストーブを入れて、ということをしてましたんで、かなり放射冷却で、かなり寒いんじゃなかったかなというふうに、思いました。このキャンプ場の中には、研修施設もありまして、お子さん方がたくさん、日曜日だということで、研修施設で、泊まったのかもしれません。朝みんなで、父兄が迎えに来て、帰るところです。これは次の陸別に向かう途中で、撮影させていただきました。遠くに山が見えまして、綺麗だったんで、撮影いたしました。これから陸別の道の駅に、だんだん入ってまいります。冬はこの冬の時期に来させていただいたときは、車中泊でエンジンかけながら、電気毛布を上と下でサンドイッチにして寝ました。陸別はかなり温度が下がるところなんですよ。盆地なもんですからマイナス30度を期待していったんですけど、その時は確かマイナス10度ぐらいでなかったかなというふうに思ってるんですけども、寒いのは寒いんですけども、さほどマイナス30度を期待していった割にはまだ暖かいのかなという感じでした。車の方は十分アイドリングだけで暖は取れました。電気毛布はダブルで上と下でサンドイッチになったので非常に暖かく寝たという記憶があります。
まあ、今回は、ここで寝るのではなく、道の駅を目指していただいて、その周辺の施設を、紹介させていただこうかなというふうに思います。この陸別町には日帰り温泉施設もあります。この次の動画に温泉が日帰り銭湯ですね、日帰り銭湯が、出るんですけど、日曜日は休みだということでした。でこの、まあ、陸別の道の駅、中の方には駅があります。冬行った時はラッセル館が止まってまして、ラッセル車が止まってまして、線路にも雪が積もってたので、ただこれは展示してるだけかなというふうに思ったんですけども、今回行きましたら観光列車が走ってまいりました。奥の方に車庫があるんですけども、そこから観光列車を出してきて、そして掃除する方、多分ボランティアの方だと思うんですけども、5、6名の方が列車に乗り込んで、掃除をするというところを、撮影することができました。まあ、2両編成で、小さいんですけども、まあ、この辺を観光して回るのかな、ちょうど秋の、紅葉の季節なんでちょうどいいんで、この辺を、近くを走るんじゃないかなと思いますけども、ちょっと、あまりちょっと詳しいことは、調べてませんでした。あ、今これが、列車がこう入ってくるとこです。まあ、電気ではなく、ディーゼルカーです。でこれが止まりまして、待機されているボランティアの方が乗り込んで、清掃ということです。まあ、外もかなり綺麗でビカビカです。中も多分綺麗に、するんじゃないかなと思いますけども、どうも後ろの列車の方と前の列車がちょっと色が違うんですけども、まあ、これもいいのかなというふうに、思いました。本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。失礼いたします。